ベイブレードバーストは、月刊、コロコロコミックで連載されている森田博による日本の漫画作品。および、それを原作にしたアニメ作品。宝トミーから発売された、ホビー、ベイブレードバーストを題材としている。2015年7月18日より展開中の、第3世代ベイブレードで、漫画およびアニメで、メディアミックス展開される。相手より長く回る、スピンフィニッシュ。 相手をスタジアムの外に弾き飛ばすオーバーフィニッシュに加え相手を破壊するバーストフィニッシュが特徴。ほとんどのベイには漫画またはアニメで使用するキャラクターがモデルブレーダーとして設定されている。またスマートフォンとの連動する記録端末ベイロガーを使用するベイクラウドシステムも特徴。初期型ゴッドレイヤーシステムまでのコマには 村田製作所開発の NFC チップが搭載されている。前作であるバクテンシュートベイブレード及びメタルファイトベイブレードとは直接的な関係はなく登場人物やベイブレードも一新されている。コロコロコミック編集部及びアニメのシリーズ構成、脚本担当の園田秀樹は本作をスポーツものとして捉えている。スポーツとしてのベイブレードという軸で描かれているため、 アクロバティックなシュートフォームのブレーダーが多い。今作の主なブレーダーはいずれも名字に使用米の色や、それにまつわる単語が入り、名前が使用米と同じイニシャルから始まっている。この節では、アニメ版の設定を中心に解説する。第1期ゴット超絶勝ち、スパーキングダイナマイトバトル BC、ソルレアルサンバット小紫財団が買い取り、脇屋がオーナーをしている、米チーム。 スペインのマドリードにある。ワールドリーグに出場したが、第2回戦で、ブラジルリオスに敗れる。トップバントドイツの強豪米クラブ。ヨーロッパリーグでは、b c ソルの初試合で敗れる。ニューヨークブルズアメリカの米クラブ。省略して、ブルズと呼ばれる。勝利への意欲が高く、各地から優秀なブレーダーをスカウトしている。最高の設備を整えており、トレーナー、ドクター。 フィジカルもメンタルも万全の体制でブレーダーをベストコンディションに保てるよう努めている。ワールドリーグでは優勝候補に挙げられているが決勝で BC サルに2対3で敗れる。パリブレーダーズフランスの米クラブ。もともとは闘争心や自信がない目立たない弱小チームだったがダイナが加入したことで急激に強くなりヨーロッパリーグを無敗で勝ち進んだ。ヨーロッパリーグで BC ソルの4戦目の相手。クリオが加入し、無事ワールドリーグ本戦へ進出した。ロイヤルズイギリスの強豪米クラブ。ヨーロッパリーグ最後の試合で BC ソルに2対3で、敗れる。ワールドリーグに進出し、第2回戦で、BC ソルと対戦し敗れる。スネークピットブラジルリオスブラジルの米クラブ。道場が拠点。名物は100人連続で戦う100人バトル。 ワールドリーグ3回戦で PC ソルに敗れた。アンダーワールドその他のブレーダーその他の登場人物、Z4 ライバルブレーダー家族ランベエ組その他の登場人物、ビクトリーズライバルブレーダー家族その他の登場人物、家族、ボンバーアッツその他のブレーダー家族、ライバルブレーダーその他の登場人物、ベイブレードバーストベイブレードバーストゴッドベイブレード。 バーストバトルゼロ2016年4月4日から2019年3月25日までテレビ東京系列にて月曜17時55分から18時25分に計3シリーズ放送された2017年4月3日からは第2シリーズベイブレードバースト神ゴット2018年4月2日からは第3シリーズベイブレードバースト超絶のタイトルでそれぞれ放送された YouTube のコロコロチャンネルでは、第3シリーズ第1話第6話が、アイガ爆心編。第7話から、第15話が、ロンギヌスカップ編。第16話第28話が、バトルシップクルーズ編。第29話第31話が、アイガ暴走編。第32話第37話が、デッドグラン編。第38話第42話が、アキレス超ト進化編。 第43話第51話が、破壊神 VS 超、絶ブレーダー編と区切られている。2019年4月5日より、ウェブアニメとして、第4シリーズ、ベイブレードバースト GT ガチが、金曜16時から、YouTube のコロコロチャンネル、公式ポータルサイトタカラトミーチャンネルにて順次配信。2020年4月30日に、第4シリーズの配信が、終了。 2020年4月3日から2021年3月19日までは第5シリーズベイブレードバースト超スパーキングのタイトルで配信。2021年4月2日から第6シリーズベイブレードバースト DB ダイナマイトバトルのタイトルで配信予定。アニメ本編終了後にベイブレード開発者である堀川亮と村木誠によるベイブレード紹介コーナー。 マスターブレーダーガチンコ情報、今週のベイブレードニュース。超大、ダイナマイトニュースが行われる。また2020年10月5日から、東京 MX にて、月曜19時19時30分に、第5シリーズが2話ずつ放送されている。なお、第4シリーズ配信中の2019年10月1日に、従来のベイブレードシリーズの制作を手掛けた D。 ライツがアディケ・エモーションズに吸収され解散したことにより、第4シリーズの第27話からは、アディケ・エモーションズが制作を引き継いでいる。そのため、ベイブレードシリーズ初となるアディケ・エモーションズが関わった作品である。ナレーションは、スパー・アーキングまで、タルキ・ツトムが、ダイナマイト・バトルでは、千葉シュゲルが、それぞれ担当。基本的に漫画版に沿った展開になっている。 字幕放送を実施。文字多重放送では、第1.2期では、青いバルトのセリフは黄色、紅れのセシュのは水色、その他のキャラクターは白となっている。第3期では、赤人、アイガのセリフは黄色。韓国の地上波において、例外的に編成された日本製のテレビアニメであり、2016年からトゥーニバースで放送されている。これは、 本商品の輸入販売元の玩具メーカーの4種類オプ社がスポンサーとなっていることによるもの。放送日は全てテレビ、東京系列のもの。なお、格和サブタイトルは、第1期と、第2期は、青井バルト役の井上マリナが、第3期は、赤人、愛賀役の池田智子が、第4期は、二次流ドラム役の半恵が読み上げる。第1期、 第2期第3期第4期第5期第6期日本国内での放送テレビ東京系列の地上波のみ字幕放送と連動データ放送を実施同時ネット局も含め特番編成などにより放送時間の変更や休止が発生する場合がある日本国外での放送時間帯は全て現地時間初期型2015年7月から2016年2月まで展開されたシリーズ アマテリオス以外は漫画版でのみ登場。スターターは2016年12月に再発売された。ただし、デスサイザーのみレイヤーが電動入りのため再発売されていない。デュアルエアシステム2016年4月から2017年2月まで展開されたシリーズ。レジェンドシリーズ2016年10月から展開されるシリーズ。バクテンシュートベイブレードと メタルファイトベイブレードのバースト版。コロコロ兄貴に掲載された漫画、バクテンシュートベイブレードライジングとメタルファイトベイブレードソウルバーストの登場米。ゴッドレイヤーシステム2017年3月から2018年2月まで展開されたシリーズ。レイヤーにゴッドアビリティというギミックを持たせ、さらにディスクをコアディスクとフレームに分かれた。それにより戦略の幅が広まった。 超 Z レイヤーシステム2018年3月から2019年2月まで展開されるシリーズ。レイヤーの大部分に金属パーツを使用し、さらに超 Z アビリティというギミックを持つ。ドライバーに高さの概念が生まれた。ガチンコレイヤーシステム2019年3月から2020年2月まで展開されるシリーズ。基本的にはレイヤーがガチンコチップ、ウェイト、 ベースの3パーツ構造。ガチンコアビリティはレイヤー単体の能力ではなく、ディスクなどのギミックを利用したものも存在。本システム開始以降、イニシャルは廃止された。スパーキングレイヤーシステム2020年3月から2021年3月まで展開されるシリーズ。基本的には、レイヤーが、スパーキングチップ、チップコア、リング、シャーシの4パーツ構造。 ダイナマイトバトルレイヤーシステム2021年4月から展開されるシリーズ。基本的には、レイヤーが、コア、ブレード、アーマーの3パーツ構造。ベイブレードバーストゴッドに関する、カテゴリベイブレードバースト超絶に関する、カテゴリベイブレードバーストバトルゼロに関する、カテゴリベイブレードバーストガチに関する、カテゴリベイブレードバーストスパーキングに関する、カテゴリ ベイブレードバーストダイナマイトバトルに関するカテゴリー、ありがとうございます。